ということで今回はプラレーンからこちら、お宝発見ということでね、こちらの銀色のやつを紹介していきたいと思います。ということで改めまして今回はまたまたね、お宝発見しました。まあこれまでにもねいろいろ発見してきましたが、今回はこちらです。銀色銀メッキのこれ南海ラピートだね、南海特急ラピート銀メッキバージョン。ちなみにお値段の方は300円、まあ税込み330円でした。でいろいろね調べたんだけど、これ何の時に登場したのかよくわかりませんでした。多分ねプラレール発掘かなといったところではあるんだけど、正確なところはねちょっと調べきれなかったかな。詳しい方がいたらねぜひコメント欄で教えてほしいんですが、これ探しに行ったわけじゃなくてね、直線レールがちょっとレイアウトを組むときに足りなくて、まあ補充しようかなと思って見に行ったら、たまたまね、たまたま手に入るもんなんですよね探しに行くとなかなか難しいんだけど、たまたまゲットすることができました。でご覧の通りね状態もなかなかいいんですよ。まあ汚れはあるんだけど目立つ傷とかも特になくてね、お、これいいなぁなんて思ってね、購入してみました。まあ、お値段の方もね、330円。税込み330円。っていうのはね、こちら先頭車ではありません。動力車ではございません。後備車だね。後備車のみで330円でこのクオリティ。まあ、いいんじゃないかな。いい買い物できたんじゃないのかなと思っているんだけど、まあ、ここからがね、戦いだよね。まあ、戦いっていうか楽しみの一つでもあるんだけど、まあ、こんな感じにね、リサイクルショップを巡って、で徐々に、完全版に近づけていく、少しずつ探しながら近づけていくっていうのもね、このねリサイクルショップ巡りの醍醐味なのかななんてジョーは思っているんだけど、何分ね目に入るのは後備車ばかりなんだよね中間車先頭車どこ行ったんだろうね、あのリサイクルショップで手放した方。まあリサイクルショップの方でねもしかしたらこうバラバラに販売しているのかもしれないんだけど、どうしてもこう手に入るのは後備車ばかり。まあ必死にね、今後も探し続けていきたいと思います。クリアバージョンも含めてね完成形に近づけて、いずれ完全版として動画で紹介したいかな。てかその前にね、こういう限定ものじゃなくて普通のラピート、まだそういえば動画にできてなかったななんてね今思い出しましたね。できていれば今比較でこうポンって出したんだけど、そのうちね、近々ラピートの方も動画で、紹介したいと思います。はい、そんな感じで今回は、リサイクルショップで発見しましたお宝発見ということで、銀メッキバージョンのね、南海特急ラピートの紹介でしたって感じでね、バイキンのジョーのチャンネルでは、プラレールを中心に、あとはシンカリオン Z とかね鉄道関係のグッズや小物をお土産など小さなお友達から大きなお友達まで家族で楽しむことができる動画をたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録をして他の動画もチェックしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。